啊？虽然晚了，但是不迟到。当当当当当当当。按错了。但是都不用改吧。主选单 system option 难抉择。
何者だ。出番だ。侵入者か。おとなしくしろ。あらば、悪くない。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。動くな。うまくさ撃つぞ。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ、うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつかも。クラウドさん、頼っていいっすよね。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゅうね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上。金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ、させんじゃねえぞ。
待ってるっすよ。足止めのつもりか。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタップかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。ちゃんと案内しろよ。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ。閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人。行くぞ。その声響く。集中しろ。おとなしく待っとけ。おい、ジェシーを待たせるな。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。
あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは、このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。
そっちか。邪魔見やがれ。気合い入れてけ。報酬分は働け。隙をつく。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。スイーパー、ヘマったらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力の難しいな。何でかかるか。スクラップは魔法の方が隙を狙って決めていけ。やっか。これでそっちは任せろ。魔王任せとけ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。
ここから降りる。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。決めろ。自信あんだろうな。
ボってんじゃねえか。なんで注意通らねえ。はい、受け、なんだと。下がって背後から狙う。ソルジャー様の活躍期待しているぜ。やりやがって。痛えだろ。そっちか。はあ。
しよう。魔王を任せとけ。功労賞はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。
黙って登れ。その方が楽だ。そっか。で、ダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。¡Gracias!
戦を変える。おう、任せとけ。気合い入れすぎ。下がって、ここで仕掛ける。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。
ケツ臭い、サビ臭い、新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。あ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！おお、開いてる開いてる。邪魔者は木っ端みじん。さあ、行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街にいる予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。一番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るなら、さっき全部だ。トントン。これ、ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。
あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。
ありえない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。予想以上か。こちらはリンダカンパニー機体確保。立てそうにないか。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。
お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。あ、花？うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。地面に置け。ゆっくり。ここまで。
異常なし。
哎。慎重に行け。
ウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつは気持ちさ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？ちょっと待って。心配したじゃねえか。何してやがったんだ？ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。見えない敵を見たことはあるか？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。コンドルっすね。貨物車なのに避難命令のせいか。運が回ってきた。待て待て待て、走走走走。已经第二章了，哦，好，那我应该先截断一下。